七枚両刀わらデッキやっていきましょう。で、デッキのコンセプトとしては舞台数が多い状態で強い十条寺、舞台数が減った後で強い両刀、そして両刀の高い知力依存度を活かせる干拓を軸に、他はまあ計略が優秀なカードやスペックの優秀なカードを入れた七枚わらデッキですね。ハンホーというカードですが、このコモンハンホーめちゃくちゃスペックが高いんですよね。他の周走とかだったり、軍友の1コストの方の周走やったり、なんちゃら大王、名刀大王だとかのほぼまあ上位互換みたいなスペックしてるんですよね。だからまあこの半砲も確定で、副兵持ちで、計略もそこそこ優秀で、制圧に武力2と持ってる巨友も採用したい。で、武力3制圧2でありながらそこそこ使える計略を持ってる両層も採用っていう感じで、強いカードを入れていった感じですね。で、ここなんですけど、高いラインで敵の高コスト槍兵である孫権が削れているので、これ内乱取るために少々ギャンブル突撃ですがしに行ってますね。これなんですけど、敵の高コスト槍兵削れたら城に帰るまでにまず時間がかかって、回復するのに時間がかかって、で槍兵なのでそこからライン上げるのに時間がかかるとなってくると、次相手が攻め上がってくるまでにどのみち10カウントはかかるんで、だから無理攻めして敵陣で部隊が撤退しても問題ないという感じですね。なので開幕は少々孫権が削れていたのもあって、強引に行って内乱を取りに行きました。で、こっちは十条寺の復兵が残ってるんで、まあ向こうの主力部隊である孫権に踏ませれれば理想という感じなんですが、よりにもよって一番おいしくない北陣。ただここはまあ十条寺どのみち計略打つプランもかなり濃厚だったので、まあ出れたこと自体が、スルーされるよりは出れたことの方が自体が大きいかなという感じでしょうか。で、相手の北陣に合わせてこちらは十条寺で、こちらが7枚デッキなので、まあ10部隊以上の条件がかなり満たしやすい。なんなら相手がケニアデッキであってもこちらが全員生きていれば条件を満たせるという感じなので、まあ十条寺こういうタイプのわらデッキと相性いいかなという感じですね。で、ハンホーは城持ちであることからスルーされにくいので、まあ北陣1枚だったら入るかなって相手も判断してでしょうか、大指示連れたんで、その間に十条寺の指でガサイを削って、で、走車でガサイを追いかけて撃破で、次は、まず孫権の方に弓を向けて、大指示は白ゲージがもうちょっと溜まったぐらいで乱戦でいいかなというところで、孫権に対して両刀巨友でいきますが、ちょっとこれは迎撃が入ってしまうで、巨友が撤退。ただ十条寺の計略は30カウントあります。なので、まだこの天女の過去が切れる頃も残っているので、大指示のマッチアップは十条寺で大丈夫そうで、半砲をつけて十条寺の弓で大指示を攻撃して撃破していきたいというところで、相手は増援の方で、ここなんですが、側軍がついていることによって突撃が入ってそうだったんで、その前に早めに干拓で、相手が速度上昇ついてるんで、これ迂闊に両刀で突撃しに行こうとして、まあ浅差し迎撃もらったらしょうもないので、それだけはとにかく避けなきゃいけないので乱戦して穴打ち。4部隊撤退なので武力プラス11、武力18になります。これ両刀はめちゃくちゃ知力依存が高いんで、これかなり長時間持ちますね。お相手は約束の遠兵で、これは内乱止めたいのもあるので、まず両刀は北陣側に行って、大指示は五慶と十条寺で止めに行って、で残り部隊がまだこっち2部隊いた上で、
もうそろそろ復活してくる部隊もいるので、太子寺の方は、十条寺と他の部隊のローテでなんとかなりそうという感じで、相手の首位、と北陣を両党で追い返していってというところで、ちょっと運の悪い工場が入ってしまいましたね。これはまあ一発目あるあるですね。これは休憩は終わりです。ちょっとこういう工場の入り方もケアした動きをしないとダメでしたね。確実で堅実なローテを取るべきでしたかね。ここは反省点ですね。でこれでちょっと白ゲージ取りに行く必要性が出たんで、まあここは内乱で取れればなという感じでしょうか。で相手の帰っていく太子寺に対して、遠い見間冷や戦法、これで太子寺を撃破、そして次に五桂の弓で画祭を撃破取れれば理想ですね。で画祭を止めている間にちょっとでもまあ塗りを進めて、制圧一部隊たちでも1マスずつ丁寧に塗って、で生き返ってきた両層が空いているマスを塗りに行ってというところで、マヒアで止めていた間に左端に行っていた巨勇で工場が入り逆転、画祭はギリギリまでずらして撃破で、ここは五桂もちょっとでも塗りを進めた上でマウントして、で舞台を上げていって、この内乱は大きめの内乱が確定しそうで、ここなんですけど、最後両党で締めるのが、連冠の方から両党で締めるのが一番手堅いかなと思ったので、ここはまあ舞台返せる場面ではありますが、撤退させに行って、で舞台が撤退しきったところで孫権に両党でマッチアップして連冠の方を叩く形に持ち込みたいという感じです。ここ負け筋あるとしたら屍打たれることかなと思ったんで、まず孫権を両党で当てて、で舞台が撤退しきったところで連冠の方、これは連冠の方の砲撃に復活名器がついていたので、この2秒間をこの2秒短縮をまあ生きる機会があればいいかなっていう感じで粘りました。あと聖兵ついちゃってるんで、早めに叩くと聖兵の効果でかえって長く生き延びてしまうっていう可能性もあったんで、全員の撤退を確認してから連冠で仇討ち。これはもともとが 9.5 カウントあって知力依存高い両党なんで、最後まで武力23を維持できるかなという感じで、相手の早掛けで内乱が止まってしまいましたが、ここはまあもともとリード取っている場面ですので、あとはまあ練習という感じですね。で両党で北陣を撃破して、両党の武力22の向上が入ってゲームエンドという感じです。ではここまで見ていただいてありがとうございました。7枚わら結構やっぱ難しい分使ってて楽しいですね。それではお疲れ様です。